皆さんこんばんは。デニムさん兄弟の長男です。デニムさん兄弟、今自宅待機や自粛要請が相次ぐ中で、何かみんなで楽しめる何かを考えてみんなに提供したいというか、みんなで共有したいなと思いまして、あるゲームを考えてきました。それが日本がんばれカルタ。日本がんばれカルタのルールなんですけど、まずテーマがあります。テーマですね、日本のことを応援する文のカルタを作ります。でさらにカルタの文面でしりとりをします。また二度同じひらがなを使っちゃダメなんですよ。あが出たらもうあは使っちゃダメですっていう非常に難しいゲームなんですけど、制限時間は10分で絵と文面を考えます。それで、しりとりの一番最後にんで終わらせると一番綺麗な形でカルタが完成する、五十音順で、日本を応援するカルタの完成。この50組をですね、今日から、なんとか自粛要請中に考えて作っていこうかなと思います。本当はなんですよ、デニム三兄弟って言ってるんで、うちの弟くんたちがいる予定だったんですけど、まあいかんせん忙しいということで、僕一人ということで多分ルール皆さんまだまだ曖昧だと思うんですけど、まあやります。はい、今日は、2枚書きます。それではいきましょう。それでは、紙とペンの準備が整いましたんで、じゃあ文面を考えていきたいと思います。で、制限時間は10分。では用意スタート。まず一番最初のひらがなはやっぱり五十音順の一番最初のひらがなで、あでいきましょう。あ、はい、できました。まず1枚目ですね、あから始まる言葉安倍さんファイトで、絵がこちらです。あ、これ安倍さん、ね、似てないけどね、何も見てないですから、はい、安倍さんで、だからこうみんなが頑張れファイトーって、日本の国民がみんな一つになってファイトーって言って、これは日本のことを応援してるんじゃないでしょうかで、安倍さんファイトーなんで、次はしりとりのとから始まる言葉で日本を応援していきます。というかタイマー止めなきゃ、今の残り3分でした。はい、止める。これ制限時間いらんかもしれんな。正しくまた、10分セットします。スタート。とから始まる日本を応援する言葉、とか。よし、できた。残り3分半、意外と間に合っちゃいますねこれ。はい、じゃあ安倍さんファイトの後のしりとりで、とですね、途中で諦めないように前を向こう。これいいでしょ。これ文面めっちゃいいと思います、僕。これ絵はちょっと安全なんですかね、この、これ、わかりますこれ。途中、なんかこう諦めないようにみんなでこう前向いてこうねっていう、こう絵ね。これ絵が難しいですね。はい。ということで、今日2枚描きましたけど、どうですかね、ちょっと楽しいんじゃないですかね。ね、こうやってなんか日本を応援しながら、カルタを作って、最後50組完成してこう読み上げてったら、こう僕たち自粛しててもなんかこう元気が出ると言いますか、なんか国民全員でなんか一つになった気分に勝手に一人でなれるみたいなねまあ大変な時期ではありますけど、なんかこうやって自宅で何かこうできることがあるのでやっていきたいと思います。完成が楽しみですだからもしあれだったらテーマ書いてみんなでやってる見るのもありかもしれないですね。僕がやってるのはこう日本を応援しようって言うんですけど、そのテーマを変えてこうカルタしりとりみたいな感じでカルタ作っていっても楽しいと思います。今日から、上げれる日に上げていこうと思いますんで、よろしくお願いします。以上、デニムさん兄弟の長男でした。バイバイ。